おはようございます。60.4 本日のコンディションでございます。はい、盆明けから完全にね、体戻りました。はい、盆前の体に戻ったんではないかなと思います。もう60キロね、切れるように再び頑張りますよ。そして今日はなんとインスタグラムの方で急にメッセージもらって、イタリアの方がこの家に遊びに来ることになりました。いやー、以前からね、その方メッセージくれてて、嫁さんがね、確か日本の方だと思うんですけど、それで今日本に来てるみたいで、長野県でずっといてて、昨日かそのぐらいに大阪に来たということで、メッセージもらって一緒にトレーニングしましょうと言われたんで、まあ、今日ちょっと天気が悪くてね、雨なんですよね。ということで、とりあえず家でやりましょうかという話になりました。いやー、イタリア人とトレーニングするのは初めてですね。外国の方と交流できる機会ってあんまりないんで楽しみでございますよ。本日も一日頑張ります。プロテインオートミールいただきます。おう、はい、ハロー、はじめまして。イエーイ、イエーイ、すごい、次やった、次やった、次やった、トレーニング。おお、わあ、ラドベルイ。マサトさんの見て汗かいたって見るだけで。マモリア。ママミア、なんてこったんだ。ああ。大丈夫だから。ナイスグリップ。ああ、グリップ。テニスグリップ。テニス。いや。アンケカザミア、ちょっと。マジ？スレパラレーダー。テニス。テニス。うん。うちにあるやつはテニスグリップで巻いてある。ああ。すごい。Ha ha ha!
絶対無理やろさ。おお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 おまずあと、うわー、ragazzi、guardate che spettacolo sono venuto a vedere in Giappone。Ride, lui ride. She's smiling. Wow.Best Masato! Yeah! Oh! Yeah! 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 ポーズ。はい、チーズ。OK です。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。
お疲れ様でございました。閉まってるし。気をつけて。いや、今日ほんま楽しかったっつわ。はい。またぜひともよろしくお願いします。さようなら。さようなら。それでは、ありがとうございました。お疲れ様です。外気浴。ご飯です。キャベツ、胸肉、納豆。いただきます。本日も一日お疲れ様でした。今日はいいトレーニングができました。海外の仲間とね、追い込むことができて楽しい一日でした。休みたいと思います。おやすみなさい。